宮地岳神社は、福岡県福津市に所在する神社。神宮古豪を主催神とし、勝村大臣、勝頼大臣を廃止する。老門参道と宮所の竹玄海灘へ伸びる、参道。遠くに、神宮町の愛島が見える勝負祭り全国にある、宮地岳神社の総本社である。毎年220万人以上の参拝客が訪れ、 特に正月三ヶ日,日には100万人以上の人々が訪れている。海運障害繁盛の神社として知られている。宗方地方では宗方大社と並んで参拝客が多く。神社の参道には多くの土産店が立ち並んでおり、商売繁盛にちなんで招き猫やだるまを販売している店が多い。また、松が枝餅が売られている。餅の表面には、 宮地岳神社の神門、三階正門がある。その他、毎月末の深夜0時には、昨日参りと呼ばれるものが行われており、多くの参拝客が深夜にもかかわらず詰めかける。そのため多くの出店が出店しており、飲食店も開店する。参道のうち、男坂と呼ばれる神社正面の石段から門前町を通り宮所の浜までイタリア島を望む。 西向きの山道は約800メートルにわたる直線道路となっている。9月の周期大祭においては、この山道をご進行行列が牛車で往復する。また、この山道の延長線上に夕日の沈む期間が年に2期あり、この夕日と山道が一直線に並ぶ光景は、2016年2月に放映された嵐が出演する日本航空の CM をきっかけに有名になり、 光の道と称されるようになった。この時期には夕日の祭りが開催され、参道の階段は観覧席として使用するため閉鎖される。なお、石段である男坂のすぐ脇にも境内と参道をつなぐ坂道があり、こちらは女坂と呼ばれ、各種車両や前日の牛車、参拝客などの通行に利用されている。2010年に 屋根の一部が補修され柔らかい金色の荘厳な屋根となったが、地ン性屋根が採用されており、最新技術を伝統建築に採用された代表例となっている。宮地岳神社の創建。現在の境内は祭壇を設けたとされる宮所の岳の山腹に位置する。また、宮地岳山町には、宮地岳小宮の祠、ら、日の出参拝所がある。宮地岳神社内には、 奥の宮八社と呼ばれる社が祀られている。一社一社をお参りすれば対岸が叶うと言われ、昔から多くの人が訪れている。その起源は、日本最大級の石室古墳発掘を機に、不動神社を奉仕したことによる。本殿の裏手100メートルほどのところに宮だ岳古墳がある。奥の宮、古くは岩屋、または不動窟とも呼ばれてきた。 本古墳の出土品一括は国宝に指定され、九州国立博物館に帰宅されている。かつては、西日本鉄道宮地学船宮寺岳駅が最寄り駅であったが、2007年に廃止された。毎年、大晦日深夜から正月三が日は参拝による渋滞が発生する。また、JR 福間駅、宮地学宮前バス停館には、西鉄バス宗方による、 多数の直行臨時バスが運行される。ありがとうございます。